皆様こんにちは。これより1月ミサがわかるセミナーを録画でお送りします、えー。今日の未明に地震があった地方の皆様はお見舞い申し上げます。この収録は1月22日土曜日に行っております。主催しますカトリック麹町西湯ナチオ協会天礼養成チームよりご挨拶申し上げます。当協会では現在ミッション2030という計画に取り組んでいます。 この計画は協会共同体として2030年を目標に目指す生き方を考え実行することを意味しています。2021年度テーマは「新しい共同協力して働く」と書きますとなっています。私どもミさが分かるセミナーもこれに協力して今年度年間テーマを共に捧げる感謝の祭儀としました。では今回の講師の先生をご紹介いたします。 宮越氏俊光先生です。宮越先生は上智大学神学部で学ばれ、上智大学大学院神学研究科博士前期課程を修了されています。以後、新徒の天理学者天理神学者としてご活躍です。日本カトリック天理委員会の秘書を長年務められ、国際天理学会評議員も歴任されました。現在は日本カトリック天理委員。 上智大学聖泉女子大学非常勤講師、上智聖火大使者をお務めです。私どもみさがわかるセミナーでは、1998年以来25年近くにわたって講師としてご指導くださっています。では早速ご講演いただきます。テーマは共に主の食卓を囲むです。先生よろしくお願いいたします。 皆さんこんにちは今ご紹介いたただきまましし宮越と申します長い間この「ミサがわかるセミナー」とともに私も歩んでまいりました先ほどご紹介いただきましたように25年近くご一緒にミサについてさまざまな角度から学んでまいりました。 しばらくぶりに私もこの場でこうした形で皆さんとお会いすることができることをとても嬉しく思っております今日は短い時間ですけれどもよろしくお願いいたします先ほど今年のテーマについてもご紹介がありましたように年間テーマとしては共に捧げる感謝の祭儀というそのようなタイトルがつけられておりますこのセミナー今日で 実質的には四回目ということですけれども、各回のテーマを見てもらい見てみますと、すべてのテーマにともにという言葉が付けられております。第一回ともに捧げるとは、第二回ともに福音を分かち合う、第三回ともに歌い賛美する、第四回すべての天使と聖人とともに。 今日第5回が「ともに種の食卓を囲む」そして3月の最終回第6回が「ともに使わされる」というふうになっております。という意味で今年の1年間のテーマは「ともに」というのが一つキーワードになってくるそういうセミナーではないかなと思いますので私も少し「そのともに」ということを今日中心に据えてご一緒にミサについて 考えていければと思っております。と、え、も、ー、に何かをするということ、これは私たち人間にとって非常に大事な、えー、ことではないかなと思うんですね。日常生活を送るときに、えー、誰かと何かをともにするということは、えー、基本的に、えー、この人間の私たちの存在を。 基礎づけているえ台ところがこのコロナ禍にあって私たちはいろんな制約の中でこの2年間ほどを過ごさざるを得ませんでした共に何かをするということがこれまでのように思うようにできなくなるそういう不自由な状況を日常生活においてもそして社会生活また教会生活においても全ての面で 共に何かをすするとということがでできなくなくってきておりますのでただやはりこの1年間のテーマに「共に」ということが掲げられているように私たち特にキリスト者にとって「共に」ということをいろいろな側面から考えるということはとても大事なことですし今こういう状況であるからこそ発見できることこれまで気づかなかったことが気づかされるそういうこともあるのではないかなと思いますので。 えミサの今日は特に感謝の典礼という部分が中心になると思いますがご一緒に共にというものの意味を考えていきたいとそのように思っておりますすでにこのセミナーを何度も受講されている方はよくお聞きになっている言葉であろうと思いますねミサで 私たちには二つの食卓が用意されているということをたびたび耳にされたのではないかなと思いますこの言葉今ローマミサテンレーの総則にある言葉を引用しましたけれどもこうした今の典礼の規則を述べている文書の中にところどころにこの二つの食卓ということが掲げられているんですね ただこれはあの、えー、今から60年前ですねちょうど1962年から第2バチカン公会議が始まって、えー、そしてそこの中で「天礼憲章」であるとか「刑事憲章」であるとかさまざまな重要な公文書が発布されたわけです。例えばこの「天礼憲章」そして「刑事憲章」というものが別冊で 作られておりますがこの中にもこの二つの食卓ということが何度か述べられています現代の教会はこの第二バチカン公会議行このミサにおける二つの食卓ということを強調するようになってきたのではないかなと思いますそれは逆の 立場から裏返して考えてみるとそれまではこうした2つの食卓ということをあまり意識しなかったのではないかなというふうにも思うんですね。で非常に、えー、大雑把にというか乱暴に分けてしまうとカトリック教会をどちらかというとこの「奇、え、跡、ー、の教会」「印の教会」と言ったらいいんでしょうか。伝統的にこの御聖体という 秘跡をとてても重視してきたとというう傾向が多分あったと思うんですね一方あの宗教改革以降の,このプロテスタントの教会の方々はどちらかというと御言葉そして牧師の説教というその言葉ということをとても大事にしてきたという特徴があるように思います。 第二バチカン公会議を境にして、カトリック教会は、特にこの典礼の中で。聖書の重要性、あるいは説教の重要性ということを。これまで以上に、何度も繰り返して、述べてきていると思うんですね。御言葉によっても、私たちは生かされている。私たちの信仰は御言葉によって支えている。支えられているということを、折に触れて。 教会は述べるようになったと思いますそういう形でこの御言葉とキリストの体生態の秘跡この両方を同じように今の教会は重視しているというふうに言えるのかなと思います。今こちらに引用されている言葉ですけれども「ミサ」はある意味で2つの部分から成り立っている「言葉の典礼」と「感謝の典礼」とである。 この2つは1つの礼拝行為を構成するほど互いに密接に緊密に結ばれているミサには神の言葉とキリストの体の食卓が用意され信者はそこで教えられまた養われるというふうに述べています。 この食卓というのは確かに二つの食卓ですけれども、それぞれが何も関係なく別々にあるわけではなく、一つの礼拝行為を構成するというミサの一つの流れの中にミサという儀式は成り立っているわけですね。その中で、まあ一般的にミサの前半部分は御言葉を中心とする典礼ですし、まあ後半部分はえこの印碑跡、えー、を 中心とした典礼感謝の典礼というふうになっているわけですその両方が本当に一体となってミサという一つの儀式を構成しているのだということをこのローマミサ典礼書の総則では明確に述べておりますあるいはもう一つ少し長い引用になるんですけれども「朗読聖書の書言という本があります。こちらにありますけれども 朗読聖書の書言ですね日曜日そして平日全てのミサで教会は2つないし3つの聖書の朗読をするようになりましたけれどもそのミサの朗読の意義配分の意味そしてまたそこで奉仕する人々の役割などについてまとめられたとても大事な文書です。 この「朗読聖書」の書言の中にもこの2つの食託のことが非常に細かく解説されていますのでそこを今引用しました「2つの食託によって教会は霊的に養われさらに教え導かれるとともにますます聖なるものとなっていく」「神の言葉において神の契約が告げ知らされ」 感謝の典礼において新しい永遠の契約そのものが更新されるのである。神の言葉において救いの歴史が言葉の響きによって思い起こされ感謝の典礼において同じ救いの歴史が典礼という奇跡の印によって示されるのである。まず前半部分このように書いてあります。冒頭ににつの食卓によって 教会に集う私たちは霊的に養われているまた教え導かれているというふうに書かれています。神の言葉においてはこの神の契約ですね神と人間と神と神の民との契約というものが告げ知らされているそして後半の「言葉の食卓体の食卓である「感謝」の典礼においてはイエスが「 定めてくださった新たな新しい永遠の契約、まさにそれが私たちのこのミサの中で実現している、繰り返されている。まあそのことをこの文章は述べています。後半部分を見ますと、それゆえ次のことを常に念頭に置くべきである。 天礼において教会が朗読し告げ知らせる神の言葉の目的はいわば契約の生贄であり恩恵の会食である感謝の天礼へ導くことなのであるしたがって神の言葉を聞き感謝の封建を行い生態を拝領することからなるミサの祭儀は一つの礼拝行為でありそれによって 神には賛美の生贄が捧げられ人間には完全な救いが与えられるのであるこのように、えー、朗読聖書の書言は述べていますこの、えー、神の言葉の目的はと前半に書いてあります、えー、契約の生贄であり恩恵の食卓である感謝の典礼へと導いていくものだと ミサの言葉の典礼で毎日違う箇所が朗読されていきますけれどもこのこと神の言葉を私たちが聞くまたその言葉に支えられ生かされていくということとその後に行われる感謝の典礼というのは一つの一続きの礼拝行為であるということがこのことからもよくわかります。そして先ほどのののミサ礼礼書則ににもあったようう一つの礼拝行為ということいこが ここでも強調されています別々の食卓ではなくて「ミサ」という一つの礼拝行為の中にある2つの食卓というそういう意味付けで今の教会はこの2つの食卓について強調しているのではないかなと思います。 先ほどもカトリック教会はご生態を特に中心に考えてきた傾向が強いと申しました、まあ、私たち一人一人の意識にもそのことは少しあるかもしれません、えー、ミサに預かるという言い方はよくありますけれどもそれはイコールご生態をいただくというふうにこう、えー、無意識に考えている部分もあるかもしれません。 カトリック教会どちらかというとこのご生態を持って生かされていくということが強調されてきたと思いますけれどもやはりこの御言葉の食卓も私たちを支える非常に重要な食卓である私たちのに栄養を与えてくれる一つの大事な食卓であるということを忘れないようにしたいと思います。 下手な絵を描きましたがパソコンで描くのは苦手なので変な絵になってしまいましたけれども一つの礼拝行為であるということで、まあ、ミサにはこの2つの重要な山があるということなんですね。あのプロテスタント教会でもう亡くなられた今橋先生と呼ばれる方とても あの礼拝学あるいは賛美科学でとても権威のある方だったんですけれどもその今橋先生が以前おっしゃってたことでこの、まあ、カトリックのミサあるいは、まあ、プロテスタント教会でいえば生産式ですけれども、えー、この天礼には2つこう山がある、まあ、二子ぶラクダのようなものだというそういうことであの以前説明されていたことを、まあ、記憶していたので、まあ、こういう絵を描いてみたんですけれども。 開催から始まって言葉の典礼でまずやはり福音の朗読で私たちは一つのまあ前半のまあ頂点をに達すると言ってもいいのかなと思うんですね。毎日違う聖書の言葉、福音の言葉、イエスの救いの出来事が私たちに告げられます。その言葉の食卓から私たちはさまざまなエネルギーを 力をいただいているいてるつも聞き慣れた聖書の箇所であるかもしれませんけれどもそれでもやはり新たな発見がありますし私たちはこの前回この御言葉を聞いた時の私と今日同じ御言葉を聞いた私とはやはり私たち自身も変わってきていると思うんですね。御言言葉葉自体はもう2000年前にイエスが語った言葉ですから 変わりよううがないと思うんですけれどもそれを受け止める私たちが前回聞いた同じ言葉を聞いた時と今とではやはりいろんな経験を通じて私たちがこう変化をしている変わっているですから常に新しい響きとして私たちの心にこの見言葉が響いてくるそういう意味でもやはりこの「言葉の食卓というのをとても大事にする必要があるのかなと思っています。 そして後半「感謝の典礼」においてえまあ今日お話しする部分ですけれども特にえまあ感謝と性別の祈りである奉見文以降ですねえそして交わりの儀に入ってえご生態をいただく生態配慮そこに至るまでやはり大きなえ山が来るのではないかなと思うんですね。そういうい私たちの ミサの2つのつ山があるということでこれはつながって一つのミサになっているというねそういうことをまあ少し表したものとお考えいただきたいと思います。もう一つだけこのカテキズムですねカトリック教会のカテキズムの中にも今お話ししたことを短く要約してあるところがあるので読み上げたいと思います。 言葉の典礼と感謝の典礼は一つになって一つの礼拝行為を形作ります感謝の祭儀で私たちのために準備された食卓は神の言葉の食卓であると同時にキリストの体の食卓でもありますこのようにカトリック教会のカテキズムは短い言葉ですけれども簡潔に 今申し上げたことをまとめてくれているのではないかなと思いますのでご紹介いたたししましたこのような2つの食卓というものを私たちは聖堂の中でそれを印としてシンボルとして見ることもできるようになっています。 その神の言葉の食卓の印というのは聖書の朗読台、ねまあ、というのは聖書の言葉だけではなくて説教も告げられますし共同祈願の意向も述べられますねまた復活徹夜祭などでは復活参加を歌ったりということで非常に重要な言葉が人々に告げられる場として 教会堂の中に欠かすことのできない言葉の食卓の印として置かれていると思いますそして教会の大体多くの教会は正面中央に祭壇が置かれていますこれは言うまでもなくキリストの体の食卓のシンボルです通常 えー、通常であれば動かない動かすことのできない固定された祭壇というものを求められておりますもちろん小さな礼拝堂とかチャペルなどであれば移動させることのできる祭壇を設置することもできますが、まあ、通常は、えー、動かすことのできない、えー、堅固なあまさにこのキリストの印ですねゆ揺るぎないこの、えー、石 であるこの動くことのないキリストというものをこう印として表すための祭壇が固定されたものとして置かれるというふうに定められております。教会堂に入ってまず前方に目をやるとこの祭壇と左右どちらかに朗読台が目に入ってくると思いますね。 ですからこの2つの食託というものをまあえ今の教会は特に印としても重要なものとして位置づけておりますのでそれぞれの教会の作りですね特にあの内陣ですね改修席より前の司祭が司式をし奉仕者が奉仕をするあの内陣と通称呼ばれているようなあのエリアでどこにえ祭壇と 朗読材を設置するかということこれも非常に重要なあのことになってくるのではないかなと思いますセイグナチオ教会の主制度のようにこう楕円形でかなりいろんな角度から等しく見ることのできるようなそういう教会堂の場合もあれば伝統的なこの長方形のと言いましょうか箱型の教会堂もまだ残っていると思いますしそれぞれの教会のこの 建物ののり、内陣のあと高さとかです、ね、さまざまなことの中でどこにこの印、食卓の印を置けば一番この改修席から見た時にその印としての役割を果たすことができるかということもこう考えるということはとても大事なことではないかなと思うんですね。 これまで基本的なことをまずお話ししましたミサでこの2つの食卓が用意されているということをですねお話ししましたけれども次に少し教会のこととは離れてこの共に食するということについて別の角度から見てみたいと思います。 「共に食すること」「共食」と漢字で書きますけれどもその意味について原田先生という方が書いたこの「共食の社会史」という本があるんですけれどもこの本の中のことを少し参考にさせていただきながら考えてみたいと思っています。このの漢漢字字で教職とととに職すると書く教職という漢字の意味を えーまあ、日本語の辞書で調べるとどのように書いてあるかということを、えー、資料として、えー、示しておきました「高次元大辞林という、えーまあ、大きな辞書ですけれども「えー、神への供え物を皆で食べることによって神と人または人と人との結合を強めようとする儀礼的な食事」というふうに、えー、書いてありました。 ままたももうう一つもう少し詳し詳く説明されています神に備えたものを皆で食べ合うこと同じ日で煮炊きした同じ食物を食べ合うことにより神と人々とのまた人間を祭ったあ神を祭った者同士の精神的肉体的連帯を強め,強めようとするもの日本では「直らい」がこれに相当するという、まあ、どちらも 多分神道の儀礼というものをこう念頭に置いたようなあの説明の仕方かなという気はいたしますけれども例えば今出てきました「直らい」っていう言葉があったと思うんですね。これはあの神事が行われた後その神様の神前に捧げられた お酒とかその他の他供え物,、ね、物をあのそ,そこから一旦、まあ、神事が終わっ,と終わった後と下ろしてそして、えー、それを皆で飲み食いする共同で飲食するという、えー、そういうあの、まあ、少し一つの宴のようなものを「直来」というふうに、まあ、伝統的に日本では呼んできました。 あのまあ、最近ではその部分が何か少し宴会のように,、えー、会のようになっお祭りの後の慰労会のようになってしまったという傾向もあるようですけれども本来はこの部分も一連のこの神事というこの儀礼の中の重要な一部神と人間とが食物を通してこの交わる交流するっていう部分でとても大事な部分であったっていうふうに、えー、言われています。 でこの、えー「集まって共に食べる」っていうことですね、えー、これはこの神道の先ほどの説明のようなもの場だけでなくってこれは私たち日常的にまあ普通に当たり前のこととして行うそういう、えーまあ、人間的な行為というふうに言えると思うんですけれども。 人類がこのここまで進化をしてきた長い歴史、長い時間のこのプロセスの中でこの共に食べることを徐々に徐々に人類はえ体得してきた。まあそのようにこの人類学では考えられているようです。最初からあのこのように共に食べるという行為をしてこなかったと言われています。これは長い。 この霊長類の歴史の中で、まあ、この今状態にまで私たち人間は到達しているというふうに考えられております。そして私たちがこの誰かと共に食,食事を共にするということにおいてはやはりこの自分の意思で進んでこう分け与える、まあ、サービスをするっていう行為ですね。 あるいはでい,いたものをこう均等に分けて均等にしてお互いにこう分け合って食べるということあるいは残念ながらそのような食事にいろんな理由で預かれない人食事に恵まれない人に対しても食事を提供するということ。 こういうことを私たちはごく自然なこととして行うようになってきていると思うんですね。でまあ人間に非常に近い、えーまあ、チンパンジーの社会の中にも、えー、ものを分け合うといったような似た行為はあるというふうに言われていますけれどもただ、えー、このように人,人間が行うように まではまだ彼らも達していないというふうなことが言われております。もう、えー、相手がとにかくそれをよこせと言って頼んでくるからもう仕方なくあげるというですね。あのそういう行為はあの霊長類の中にも見受けられるようですけれども、この人間が行っているような形でのお食物の分配っていうことあるいは。えー 食べるものを等しく分け合うというようなことをまではまだできていないということでそういう意味で私たち人間にはあのこの食事を分け合って共に食べるそこから来るなんて言うんでしょうか喜びというんでしょうかね満たされた気持ちそういうことを味わえるということは私たちの大きな特徴なのかもしれません、まあ。というようなことは私たちが勝手に考えているだけで。 チンパンジーたちはいやそんなことはないんだというふうに言われてしまうかもしれませんけれども、まあ、それはあの将来人間と彼らがうまく意思を卒通ができるようになった時に確かめる必要があることかもしれません。このように食事をするということはあの特にこの今一番下に書きましたけれどもいつ誰と何をどのように食べてきたのか。 ということは私たちがこ,のこれまで生きてきたこの人生とある意味重なってくることなんだろうということなんですね。いつ誰と何をどののように食べるのかそういうこの食事の記憶というのが私たちの中には残ってくると思います。 でそれが一人一人の,この成長のプロセスの中にも大きな影響を及ぼしてくるということも、えー、最近緊張あの強調されていることではないかなと思うんですね。 そしてこのように共に食事をするということはその場に一緒に居合わせた人同士の親近感ですね親密性とか一体感連帯感というものをこう強めてくれますそれはここに書きましたように同じ釜の飯を食うというそういう日本的な表現がありあると思うんですね同じお釜からご飯を食べるということ それによって一つになれる、まあそういう日本的な表現があの用いられていると思います。多分海外でも同じような表現を用いるということはねあると思うんですけれども、でこういうあの基本的な一緒に食事をして、えー、一体感を強めていくということが。 先ほど神道の話をしましたけれども一つのある宗教の中の儀式とか儀礼の中にこう取り込まれてきたというふうに言えるのではないかなと思います。そういうものの名残として例えば日本の親善結婚で行われるその三三九度の杯というのがありますけれどもねこれもやはりこうそういう。 ものの痕跡として現在行われているものであるということです。あるいは、まあ、誓いの杯とか、まあ、固めの杯とかある特定の集団の中でそういうものがね行われているあるいは兄弟の絆のための杯とか、まあ、そういう言い方で杯を共にするっていうことによって絆をこの強めていくということ。 またそしてそれが私たちキリスト者にとっては、えー、このような一体感親近感というものを、えー、強め育んでいくということとのつながりでいけばミサとか、まあ、生産というもの,とのにも、えー、当てはまってくることなのかもしれませんね。まあ、このように、えー、私たち、えー、誰か自分とこの 相手との絆というものを意識しながら、その人と食事をすることでその絆がより強められていくということをどこかに念頭に置きながら、えー、我々はあの誰かと食事をするということがあると思います。恋人同士であれば一緒に食事をするということからさらにその、えー、関係が深ま,深まっていくこともあるでしょうし、海外から例えばその 要人が来たにとそういう食事の場が持たれるということもまあこのコロナ禍の前であれば当たり前のようにあったと思うんですけれどもそういうやはり食事の席を設けるということは今そこにいる相手との近さをよりあの感じていく。 一体感を強めていくこの関係性連帯性の強化っていうことを期待しながら食事を共にするということを私たちしてきたと思います。ただ一方でこのまあ二十世紀の後半ぐらいからでしょうかね終わりぐらいからでしょうかこの孤食化っていうことがよく言われるようになってきたと思うんですね。まあ孤食のコはこの 個人の子とか孤独の子を書いたりするいろいろこの2つの書き方があの一般的かなと思います。えー、一人で食べるということですね。えー、特にその子どもたちが、えー、一人で食べるっていうことが機会が増えてきたっていうことはこの20世紀後半特に終わりの方でしょうかね終盤そうしたことが問題だということでいろ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  <laughs> 社会の中でも指摘する方々が増えてきたと思うんですねそして「食育」っていう言葉が出てきたと思うんですけれども「食育基本法」というようなものが2005年に制定されたりしてその子どもたちの,この若い時からこの食事の大切さということをやはり その成長との兼ね合いで,ですね考えていくっていうことをこう真剣に取り組み始めたということもこの,今の現代の特徴ではなないいかなと思いますあるいはこの古食っていうのは単に一人で食べることだけではなくて例えばえ同じ時間に食べるとしても一人一人が自分の好きなものをこう食べてしまうというそういう古食もあるわけですね。 ですから子どもが好きなものお父さんが好きなものっていうふうにそれぞれが好きなものバラバラなものを別々のものを食べてしまうっていうそういう孤食化も近年では問題になっていますし子どもの孤食だけではなくて最近は高齢化ということもあってお年寄りの孤食っていうこともいろいろなところで問題になっていると思います。 かつてよく言われた「一家団欒というねそういう言葉もなんとなく死後になりつつあるような近年の傾向もあるんじゃないでしょうか。まあ、そういう今の時代の中で共に食べるということ食事の場を共有するということはとてもあの意味のあることですしところがこの2年間そういう共に食事をする場が私たちからはえー 日常生活においても、そしてキリスト者にとっても、えー、奪われてしまったという、ね。そういうとても重要な、あの、ひと時が。味わえないという、えー、なんとも残念な状況が今続いてしまっているわけですね。少し、あの、この、コロナ禍が回復しては、また、えー。今、今日、時点非常にまた数が上がってきたりとか、そういう形で、こう、振り回されて。 これまで過ごしてきているのがこの2年間ではないかなと思いますし非常にやはりこうした部分で不自由さを感じてしまっていると思います。 そしてここううういいうするということ先ほども日本語の「講事縁」などの説明にもありましたように神にお供えしたものをみんなで食べ合うことっていうようなことがあってそれがやはり神と人間とがこの食物というものを通じて交わる交流するっていう機会になっているということが説明されていたと思うんですけれども宗教においてそれは非常に広く行われるようになった実践だということです。 神様の食べ物として供え物供物を捧げてそして人間は後で食べるさっきのオライという話をしましたがそのように神様と一緒に食事をするということを私たちはあのいろんな宗教の中でも実践しています。あ申し訳ありませんこのの新人の 字が間違えておりましたね。神ですので、直しておいていただきたいと思いますが、神と人とが共に食べるという行為ですね。これはいろんな宗教に見られるわけですね。キリスト教の前身であるユダヤ教において、聖書、旧約聖書を見ますと、特にあのレビ記という。非常にこう、いろんな細かい規定が書かれていて、なかなか読むのがあの難しいあのレビ記というのがありますけれども、そのレビ記の最初の方に。 この捧げ物旧約自体の捧げ物ですね生贄の捧げ物について、えー、細かく記されていますいろんな細かい規定があるんですけれどもその第3章に例えば和解の捧げ物の規定がありますし第4章から第5章にはこの食材の捧げ物っていうものの捧げ方についての細かい規定があります こういったものの中でユダヤ教においてもこの神様のにお捧げしたいけにえをそれを後から祭祀が食べたりするということがそのレビキの中の規定を読むと書かれています。仏教においても この仏様とか菩薩にお供えしたこの供物ですねお香とかお花豆苗そして食物などを捧げるという行為をねしますけれどもその後捧げられた食物をお下がりを私たちがこういただくということもやはり仏教においてもそういう伝統があります仏教も昔はこのもど動物たちをこうまあ 生贄のような形で食べていたという時代もかなり初期の頃はあったようですけれどもやがてこの殺生を禁じるということが仏教の中でも定着をしその流れの中で今度はあの実際に神様に捧げたものをお下がりをいただくという形での仏とこの人間とのですね食物を通じたこの交流ということが実践されるようにもなった。 あるいはイスラム教にもこのようないけにえーまあ、生贄を捧げてそれを食べるというような習慣もこのコーランクルアーンの中にも書かれていたりということで多くの宗教にこういう神あるいはこの、えー、超越的な聖なる存在と人間とが交わるときに食事あるいは食べ物というものを通じて、えー、その両者が出会う,うそういう,う機会が 様々な宗教の中にもですね用いられているということを今一言加えておきたいと思います。このような中で私たちキリスト者はこのミサの中でこの共にキリストの体を食するというそういう習慣があるわけですね。 その元になるのは言うまでもなくこのイエスと弟子たちとの最後の晩餐に遡るわけですコリントの信徒への第一の手紙のこの11章他にマタイによる福音書マルコによる福音書そしてルカによる福音書の中にこうした最後の晩餐の記述がありますけれどもこのパウロが書いた コリントの信徒への第一の手紙がま一番古い証言として記録されているというわけですもう皆様何度もこの言葉を聞いたことがあると思いますけれども今一度確認しておきたいと思います主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂きこれはあなた方のための私の体である私の記念としてこのように行いなさいと言われました また食事の後で「杯も同じようにしてこの杯は私の血に,と血によって建てられる新しい契約である」「飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい」と言われましただからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。有名な 箇所ですそしてミサの中で私たちは司祭が封建文の中でこの「最後の晩餐」の時のイエスの言葉を述べるのでミサの旅ごとにこの言葉を耳にしていると思うんですけれどもこの「最後の晩餐」の時に今少し色を変えてプリントではあの太い字で書いてありますがこのイエスがなさったことですね「パンを取って感謝の祈り」。 あるいは賛美の祈りを捧げてそれを裂いて弟子たちに与えた杯を取って弟子たちに与えて与えた取って飲みなさいというふうに弟子たちにお与えになったそしてこのことを私の記念としてこのように行うようにという行い方をイエス自身が弟子たちに託してくださったこのえー パウロが伝えているあるいは福音書3つの福音書が伝えているこの最後の晩餐のイエスのなさったことここが私たちのこのミサ特にこの今日お話ししている「感謝の典礼」の中心に関わってくることですね。でこの度々ミサの中でもそうですし聖書の中でも「記念」という言葉が出てまいります。 ギリシャ語ではアナムネシスとよく言われますこの記念としかなかなか訳せないまあ早期という言い方もありますあるいは思い起こすという言い方もいろいろ訳し方はあるんですけれどもなかなかこの意味を一言で表すことというのは非常に難しい言葉だと思いますですから単にこの記念というのは昔あんなことがあったね懐かしいねというそういう思い出を 語る言葉ではなくてその過去の出来事が今生きている今日この場に生きている私あるいは私たちにとってその出来事がどういう意味があるのかということをやはり考えながらその過去の出来事を振り返っていくことそういう意味合いがあるのではないかなと思うんですねもっと非常にこう現実的なリアリティのある形で 私たち一人一人がその出来事をこう捉え直すといったらいいんでしょうか今の自分と重ね合わせて捉え直していくことそのことがやはりこの「記念」という言葉であの言っている意味ではないかなと思います。絶えずですからそののの記記念こ憶というのは新しく 更新されていいくととうううふうにも言えると思うんですね先ほども前回のミサ前回のその聖書朗読を聞いた時と同じ箇所を聞いても違う受け止め方があると言いましたけれどもミサにおいても私たちは、えー、同じキリストの体をいただくんですけれども前のミサと今日のミサでいただくそのご生体をいただく私たち自身がまた、えー、違う私として、えー、そのミサに参加存在していますから。 そのような形でやはり絶えずこのキリストの残してくださった記念というものをただ同じものを繰り返すのではなくて更新しながら私たちの今の私たちの出来のにとってどういう意味があるかということをこう考えながらミサに参加するということもとても大事なことだろうと思います。 そしてイエスがこの「杯」のところで強調した言葉として「私の血によって建てられる新しい契約」という、まあ、そういう表現をイエスは使い終われました。新しい契約というからには以前の契約があったということ、まあ、ユダヤ教のことを知っている人であれば当然この言葉を聞けば神と、えー、かつてのイスラエルの民とが結んだ契約ということもすぐこう連想されることだろうと思います。 例えば「出エジプト記の24章」というところをあ後でご覧いただきたいと思いますがモーセがこの神,と神の民との契約の場面でですねお羊お牛ですかねのが祭壇でほふられてその血を鉢に半分取って残りの血をモーセは祭壇に降り注ぎ そしてその残った半分の血を今度は目の前の民に振りかけたこれが神と神の民との,この契約という表現でその「出エジプト24章」の冒頭に書かれています。でも今度こののイエスによる契約というのはそれを まあ更新すると言いましょうか新たな新しい意味をそこにもたらす契約として今度はイエスが自ら捧げ物となられて自らの命を全ての人のために捧げてくださったそういう契約のいけにえとなられたこのイエスの血を通して私たちは今度は神との新たな和解の契約を結ぶことができるようになった。 そのようにこのイエスの言葉を新たな意味で考え直すことも大切でしょう。そして「私の記念としてこのように行え」とイエスはパウロの記述だと2回繰り返されていますね。パンを取って渡した時と杯も渡した時に2回私の記念としてこのように行うようにということをイエスは強調しています。 言ってみれば弟子たちとイエスが聖書によると親しく言葉を交わしたのはこの席ぐらいですよね最後にこの後イエスは、えー、ゲツテマネの園に行って捕獲されてそしてピラトから裁判を受けてという一連のこの受難の物語が始まっていきますから弟子たちと本当にこう親しく交わる機会はこの場しかなかったようにも思います ですからイエスはまあ半ばこうう遺言のようにあの私の記念として行いなさいというまあ命令形で書いてありますけれどもその中には行っってててほししいいういういいいいいととううううそ思ももも読み取ってもいいのかなという気もしています別の言い方をすれば自分のことをどうか,どうか忘れないでほしいあなた方の心にね刻みなさいというそういう思いもこう読み取れるようにも思います。 弟子,たちはその弟子たちとその後の教会はこのイエスのことを思い起こす時にこのイエスの言葉をおそらく思い出しながら自分たちの先生が最後に託した自分たちへのメッセージをこう心の中で思い出しながらまた再会したのではないかなと思います。このような イエスから弟子たちが受け継いだメッセージですねそれはあの使徒言行録の中に具体的なこととして、えー、記載されております今ここに3箇所、えー、書いてありますけれども使徒原稿録第2章に2箇所そして20章というところにも、えー、ありますけれども、えー、まあ、彼らは使徒の教え相互の交わりパンを裂くこと祈ることに熱心であった このパンを割くということが、まあ、その後この「使徒言行録」にはこちらに示したように3回出てきています。まさに最後の晩餐でイエスがこの忘れないようにとおっしゃったそのことを覚えていたかのようにパンを割いて彼らは集まって相互の交わり祈ることを熱心に行っていた。 喜びと真心を持って一緒に食事をして神を賛美していたと二章の四十六四十七節にもあります。まあこのような形で。イエスから最後のメッセージを託された人たちはやがて。一番最初のキリスト教の誕生した。このキリスト者の最初のこの共同体の中でこのような実践を行ってきました。そのことを私たちはあの。 教この2,000年近い時間をかけてあのその時代その時代なりの方法で、えー、祭儀という一つの決まったあの式の順序にのっとった、まあ、今式次第と私たち呼んでいますけどそのようなものが徐々に徐々にこう まとまっていって教会の聖なる儀式として定着をするようになってま今日に至っているわけですねまその歴史についてはもう今回は細かいので触れることはできませんけれどもその今儀式として成り立っているこのミサという典礼についてミサ典礼書の総則の中にある言葉をここで引用しました 最後の晩餐においてキリストは杉越の生贄と会食と制定されたが主ご自身が行いそしてご自分の記念として行うよう弟子たちに託されたのと同,様同一のことを司祭が主キリストの代理として行うことにより十字架の生贄が教会において絶えず現存するものとなるというふうにサ佐天烈書の総則の72番の最初のところでこのように語られています。 キリストは杉越の生贄と会食を制そしてそれを弟子たちに託したそれと同じことを今今度教会でそのことが行われていると言っています。それはキリストがパンと杯を取り感謝を捧げ割って弟子に与えてという先ほどのそしてパウロの言葉がありますね。したがって教会は感謝の祭儀 典礼の祭儀全体をこのキリストの言葉と行いに対応するよう実を付けたのであると書いてありますミサの後半のこの感謝の典礼祭壇を中心とするこの秘跡の典礼ですねこの今私たちが参加しているミサのこの感謝の典礼っていうのは遡るとこのイエスが最後の晩餐でなさったこと今ここに 取っってて感謝を捧げ割ってあるいは割いて与えたこのことを儀式の中でキリストの言葉と行いに対応するように秩序づけた構成し直したというふうにここで言われています。それがこの私たちの今のミサの「感謝の典礼」の を構成する三つの部分に対応しているということになるわけですね。キリストが第一はキリストが手に取られたものすなわちパンとブドウ酒と水が供え物の準備として祭壇に運ばれる。奉納行列がありそして奉仕者あるいは司祭が祭壇まさに主の食卓の準備をします。これが最初の部分。次はイエスが感謝の祈りを捧げてパンを捧いた といいうにうに聖書に書かれていますその感謝の祈りである奉建文を司祭が唱えて救いの技全体に対して神に感謝が捧げられ捧さげのがキリストの体と血になるというこの感謝と性別の祈りである奉建文という部分イエスのこの「最後の晩餐」の感謝の祈りに対応する部分としてこのように書かれています。そして 3番目としてパンを裂くことと信者の配慮によって人たちがキリスト自身の手から受けたのと同じように信者がどれほど多くても信者は一つのパンから主の体を受け一つの杯から主の血を受ける。パンを裂いて弟子に与えた杯を取って弟子に与えた。 まさにそれはミサの最後の「感謝の天礼」の最後の部分で私たちが行っている「交わりの儀、えー」主の祈りから始まりそして平和の挨拶そしてパンを裂きそしてその裂,いた裂かれたパンを私たちがキリストの体としていただくこの「交わりの儀」というこのような形で3つの「感謝の天礼」の重要なこの構成要素ですね構成部分に 分けられることができるこの3つの部分の元になっているのがイエスが最後に晩餐でなさった行為に源があるということを今の教会はあそこのような形で説明しています。ですのでまあ皆様今昔のようにはあの 自由にミサに参加することができないかもしれませんけれどもミサに参加する機会が恵まれましたら是非この「感謝の典礼」においてですねこのもう慣れていらっしゃると思いますのでついつい私たちあのその儀式の流れというものをこうえ当たり前のことのようにして参加してしまうかもしれませんけれどもどうぞ一つ一つの部分をあのよく司祭の唱える祈りの言葉あるいは私たちが 押収する言葉などの,この意味とか役割をよくかみしめながらあのこのこう特に「感謝の典礼のこの3つの構成部分というものを意識しながら参加してみたらまた新たな発見があるのではないかなと思います。えー 教会ででよく歌われる有名な成果ですね主の食卓を囲み命のパンをいただき救いの杯を飲み主にあって我らは一つ」という歌詞で歌われる歌マラナタという歌がありますまさにこれは感謝の典礼のことを歌った歌ですね主の食卓を囲んで命のパンと救いの杯を私たちがいただくそれによって私たちは一つになる一つの体となる。 感謝の典礼を見事にまとめた歌詞ではないかなと思いますただこの私たちがいただくこの感謝の食卓ですけれどもやはりこの食卓というものを通じて私たちは何か本当に変えられていくことになるんじゃないかなと思うんですねこれは日常の お先ほども食事のことを少しお話ししました。けれども、この食生活の中でも食事を食卓を囲む。前と、後では私たちの中にいろんな変化が起きるのではないでしょうか。特にその食事が本当にこの楽しいえ、ひと時であればあるほど、私たちの中に起こる食事の前と後のこの変化というのは大きなものではないかなと思うんですね。 そして同じように私たちもこのミサというこの種の食卓を囲む前と後ではいろいろな形でこの私たちの中に変化が生じる、まあ、そのことをこの奉犬文の中で精霊の働きを願う祈りの部分でよく示してくれていると思います。一番よく唱えられる機会の多い第二奉犬文。 今聖霊によってこの備え物を尊いものにしてください。私たちのためのために主イエスキリストの御からだと御地になりますようにと。司祭が祈られます。この備え物を。キリストの御からだと御地にしてください。法貢文の後半では今度は。主語が私たちになります。キリストの御からだと御地にこれから。共に預かる私たちが。聖霊によって一つに結ばれますように。 よく性変化と言われますけれどもオンからだオンチパンとぶどう酒がオンからだとオンチ、えー、に変わるこの、えー、変化と同時に私たち自身も一つに結ばれるということが、えー、この法見文の二つの精霊の働きを願う祈りで、えー、唱えられます第三法見文も同じですやはり前半でこの備え物を精霊によって尊いものにしてくださいとい祈り後半で 子キリストのからだと御地によって私たちが養われ精霊に満たされてキリストのうちに一つの体と一つの心になるようにというそういう私たちのミサと前と後の,この変化というものがこの法権部の中でも強く祈られていくと思います。ここののよようにに私たちはキリストの命を受けることによって まず私たちとキリストとの一致のの絆が強められますキリストの体をいただく恩体とんちをいただくイエスはこの私たちの食,食物とパンとブドウ酒としてこの食物となるほど私たちと一つになりたいと思ってくださったそのような形でご自分を提供してくださっています。 そして、私たちは同じキリストの体に生かされた分かち合うものとして、この絆をさらに強めていきます。整体によって教会が作られるという言い方がよくされます。ヨハネパウロ2世の文書の中に教会に命を与える聖霊という。そういう文章もあります。けれども、まさに教会という。このコミュニティは？ キリストのの体によってててて作られれれそして生かされ育まれていく横のつながりですね私たちの横のつながりというものをやはりこのキリストの体一つの体を分かち合うということによって、えー、新たなこの側面と言ったらいいんでしょうかね気づかされることがとても多いんではないでしょうか。 そしてこの命を捧げたキリストと共に今度は私たち自身もその生き方生活を神様にお捧げするそのようなこのキリストの命を受けるということにはこうした意味があると思います。他にも今日最初にお話ししたように「共に」ということでいえば前回のこのセミナーのテーマにもあったようにえこの「 天使とかと、天使、聖人とともに、私たちは、この、ミサという儀式に参加しています。聖なるかな、を歌う前に。私たちは、天使、聖人とともに、この讃歌を歌いますと言って。聖なるかな、という感謝の祭儀を歌うと思うんですけれども、そのように、非常にこう。その場に集まった、私たちだけではなくて。 天上の教会と地上の教教会会とと地いうこの両方が本当にこの一つになって共に神を賛美しているまたこの地上の教会においてもこの今日集まっているこの場だけではなくて世界中のこの教会とのつながりというものを意識しながら私たちはミサの中で同じ今日のミサは同じ聖書の箇所を 世界中の教科同じ歌詞を読んでいますし同じ祈りを捧げているそうした連帯性っていうんでしょうかそうしたものをこの強く意識しながら共にということを意識するのもこのミサのとても大事ななことではないかうとどうしても「私と神様」という一対一のことが強調される部分が、ね、強いではないでしょうか。でも同時ににやははり私たちは共に 神の命キリストの命に生かされている兄弟姉妹であるということを常に意識しながら、えー、この種の食卓を囲むということを、えー、実践していかなければならないではないかなと思いますまあ今残念ながらこのように私たちの一致とか絆をなかなか育むことのできない状況に置かれておりますけれどもでもそれでも まあ最近のこの配信によるミサですねライブ配信であれ録画であれそうしたミサの映像でしか参加できないという状況もあるかもしれませんけれどもそれでもやはりこうした現代の技術のおかげで私たちはまたこれまでと違う形で他の人のことを意識しながらミサに 参加できるるととといいいいいいううううそ可能性もいただいているということですねですからそのことをこれからもし以前の日常が戻ってきた時にもその意識をやはり横のつながりっていうんでしょうか世界中のこのキリスト者とのつながりっていうことをこう忘れることなく えミサに参加しこの種の食卓を囲むということをえ実践していかなければいけないんではないかなと思っています。最後にに結びに変えてということでこのミサのことをえ意識するということで私たちはちょうど今年のえ11月にえ新しいステージに入ると言っていいのかなと思います。 このお写真にもあありますするいは、えー、とこの本ですねもうすでにご覧になった方もおられるかもしれませんけれども「えー、ミサの式次第と」と、えー、まず4つの方見文のお言葉などが変わります新しいと、まあ、ここに書いてあるので何かミサががらりと変わってしまうのかっていうそういう印象を受ける方もおられるかもしれませんけれどもそうではありません基本的なミサの流れは全く変わりません。 その中で司祭が唱える言葉や私たちの言葉が少し変わったり新しい言葉が導入されたりというような形でのそういう意味での新しいいミサに変わっていきます多分第2バチカン公会議後ラテン語から日本語にミサが変わった時もまさに新しいミサだったんだろうと思うんですねそれを体験した方にとっては。やっぱりその時 新しいミサについてみんなで学びながらミサをしたということではなかったかと思うんです慣れない中にも新しい日本語の式文をまあ最初は読み合わせるような形でミサが行われたかもしれませんけれども徐々に徐々に慣れていって日本語のミサが定着をしてきたと思います今度私たちはまた11月からこうしたあの最初は慣れないぎこちないあのミサあるいは 間違えて今前の言葉を発言して発生してしまうということもあるかもしれませんしそれは司祭も改修にもあり得ることですけれどもまあそういう多少のミスをしながらもえもう一度このミサをこの主の食卓を囲んで共に捧げているということを意識しながらあのミサのいろんなところをこう学びながら共に え味わっていくということミサという儀式が私たち一人一人にとってどういう意味があるのかということをもう一度こう原点に立ち返って学び直す良い機会になるのではないかなと思っています。ですからこれからあとそうですね10ヶ月ほどまだありますのでこの10ヶ月という期間をうまく使って新たなミサというものにもこう徐々に親しんでいっていただきたいと思っています。 それでは一時間経ちましたので今日の私のこの講義は終了させていただきたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました皆様いかがでしたでしょうかここで次回のお知らせをいたしますテーマはともに使わされるです講師は聖書と典礼編集長上智大学進学部東京カトリック神学院非常勤講師 石井義氏ですえ、3月に YouTube で録画配信する予定ですえ、ご期待くださいえ、宮越先生録画をしてくださったカトリック小島知教会助任主催ボニー・ジェームス氏に厚く御礼申し上げますありがとうございました新型コロナウイルス感染者が急激に増加しています私どもスタッフ一同視聴してくださる皆様が コロナから守られるようにお祈りしております。以上をもちまして1月ミサがわかるセミナーを終わります。ご視聴ありがとうございました。